1557年11月3日半の予言集1557年にリオンで出版されたミシェル・ノストラダムス氏の予言集は先生術師ノストラダムスの予言集のうち現在確認されている範囲では彼の生前に正規の形で出版された唯一にして最後の増補版である。1557年版は9月6日付のものと11月3日付のものがある。 前者が正規版で、後者は海賊版とみなすのが一般的である。この版は8つ折り版で12センチメートルの本で、ページ数は全122ページである。メインタイトルは、初版と同じミシェルノストラダムス氏の予言集である。その下に、前述の著者によって新たに加えられた未完の300ペを含むとの文言が加えられている。 その下の木版画には書斎に座って窓から星を眺める、ノストラダムスが描かれているが、この木版画は、初版と全く同じデザインである。木版画の下には、ディオンの印刷業者、アントワーヌ・デューローヌの名前と、印刷した年のローマ数字での表示がある。タイトルページの後に、息子セザールに当てた書簡の定裁を取った序文が、続くが、これは初版に掲載されたものとほぼ同じもので、 特段の増補や開講は行われていない。序文の末尾に添えられた日付も、1555年3月1日のままである。その後に本編といえる百紙編集が収められている。初版では、第4巻53番までしか掲載されていなかったが、この版では289編が増補され、第7巻42番までが掲載されている。各巻は100編の4行詞からなるが、 第6巻のみは99番までしかなく、その後に番号の振られていない全文ラテン語の4行詞が続くという変則的な構成になっている。第7巻42番の後に1557年9月6日に印刷を完了したとの言葉が続き、フィンの文字と共に全体が締めくくられている。なお、詞番号はすべてローマ数字である。初版はアラビア数字であったが、 これ以降、1590年カオール版や1668年アムステルダム版などの少ない例外を除いて、詩番号にはローマ数字が用いられることが多くなる。サイズは16折り版で 9.3x6.1cm の小さな本である。ページは全160ページ。初版と9月6日半の期版の規範が11月3日半の期版の規範がメインタイトルは、 初版と同じ、ミシェル・ノストラダムス氏の予言集である。その下に、未完の三百編を含むとの文言が加えられているが、9月6日半と異なり、前述の著者によって新たに加えられたが略されている。その下の基版画には書斎に座って窓から星を眺める、ノストラダムスが描かれているが、一見して、その粗雑さは明らかであり、構図も、 初版や9月6日版に比べると鏡写しになっている。木版画の下にデュローヌの名前と印刷した年があるのは9月6日版と同じだが、細かい綴りや年数表記がアラビア数字になっている点は異なる。タイトルページの後に序文が続くのは9月6日版と変わらないが、初版や9月6日版と比べた時に内容の一部に省略が見られる。 序文の末尾に添えられた日付は1555年3月1日である。その後に百紙編集が収められているが9月6日半に比べると3編少ない。省略されているのは第6巻末尾のラテン語詞と第7巻の41番と42番である。よってこの番の第6巻は99編、第7巻は40編で構成されている。 第7巻40番の後に、11月3日に、印刷を完了したとの言葉が続き、フィンの文字と共に全体が締めくくられている。タイトルページに限らず、全体の粗雑さはつとに指摘されていた。単純な語色の類の多さも、去ることながら、異体字の S と F をほとんど区別していないことによる、綴りの混乱などが見られるのである。 同時代には1557年に出版されたという言及はなく、クリンコブシュトレムの書士で言及されたことで知られるようになった。もっとも、クリンコブシュトレム自身は1730年代の六冠本の書士で言及されていたことを指摘している。彼の場合は、ミュンヘンのバイエルン州立図書館に所蔵されていた版についてタイトルページの写真と共に紹介した。これは、 11月3日、印刷完了と記されている方の番で、以降、1557年のデュローヌによる番とは、この11月3日の番に他ならないと認識されることになった。彼が使ったミュンヘンの蔵書は、1942年以後、行方不明となっている。手書きの貸し出し表の記録から、アドルフ・ヒトラーの側近が借り出したと考えられるが、返却された形跡はない。 戦後、遅くとも1961年までには、ソ連のレーニン図書館にも11月3日版が存在していることは確認されていたが、これはもともと旧ソ連軍がドイツから持ち出したものではないかとも推測されている。この点について、ロベール・ブナズラとミシェル・ショマラが1983年11月にレーニン図書館に書誌の詳細を問い合わせたときには、 速気ない対応だったために確認できなかったという。1983年6月には、ショマラとブナズラの調査の中で、ブダペストのハンガリー国立図書館にも1557年11月3日版があることが確認された。彼らは同図書館から取り寄せたマイクロフィルムをもとに、1993年に永遠本を出版した。以前にも、 エドガー・レオニやエブリット・ブライラーのように断片的なテクストとして1557年版を用いたものはいたがこのエインボーンによって一般にも広く知られるようになった。しかし、この11月3日版は常日の通り作りが粗雑であり、1568年に出される完全版に比べて7巻までの収録紙片も3編少ないため様々な議論が展開されてきた。 ダニエル・ルソは1556年シクスト・ドニーズ版に基づいた粗悪なコピーとみなしていたし、ピエール・ブランナムールもその粗雑さから同時代の海賊版であることを疑った。ピーター・ラメジャラーは正規の版であることを認めつつも、紙片の少なさから業者と著者の間で何らかのトラブルがあった可能性を示唆していた。1996年には、 オランダのユトレヒト大学図書館にも1557年版が所蔵されていることが確認されたが、それは従来知られているものとは全く異なる特色を備えていることが明らかになった。これによって1557年版には全く異なる2種類の版が存在している点が認識されるようになったのである。この発見は1997年1月12日に、 ショマラが、リオン氏の広報で、タイトルページの写真と共に報告している。9月6日半と11月3日半の関係については、まだ十分な研究の蓄積があるとは言えない状況で、あるが、日付通り前者をコピーした者が後者であるという、見解が一般的である。ただし、これには後者を、デュローの自身が再犯したと見る立場と、別人が偽造したとする立場がある。 どちらにしても、2ヶ月という短期間で2つの版が出版されたという事実からは、ノストラダムスの予言集がよく売れていたことが伺える。専門家の中で提唱されている全く立場の異なる遺説には次のものがある。モリスがデュローヌによる粗雑な版の例として挙げている、モノ書子学者、ジェラール・モリスは、11月3日半の奥付けには、年号が書かれていないことから、 これを1556年11月3日と見て1557年の高原祭のリオン王1に合わせてすられたパイロット版トミル説を提示している。彼によれば木版画の粗悪さもコスト削減の一環に過ぎずデュローヌの出版物にはそうした雑なものも見られると指摘している。またフッツ文学者ジャック・アルブロンは予言集初版同様 1557年版も、ノストラダムスの死後に、カトリック同盟に関連した政治的意図で、鉄造された偽物に過ぎないと主張している。やはり初版本同様、この点についても、当時のタイポグラフィなどの分析などからの反論が出されている。11月3日版については、すでに見たように1993年に、 A インボー本が出版されており、ピーター・ラメジャラーは4巻54番から7巻40番までの原文として忠実に天気の上、肯定したこともあった。これは日本語訳も出されている。2003年には、ラメジャラーは同じ範囲の原文を9月6日半に差し替えて、肯定を加えている。同じ2003年には、ブルーのプテジラールも1557年版を、 取り込んだ7巻までの工程版を出版しているが、使っているのは11月3日半のみで、9月6日半の原文は反映していない。下で触れるように9月6日半は、ユトレヒト大学図書館の公式サイト等で見ることができるが、永遠本は出版されていない。11月3日半を日本で最初に紹介したのは、朝原商工である。 その後、1996年に永遠本を入手した池田国吉が信頼のできる原点だと全面的に称賛して解釈に使用した。しかし、これらには1557年版の書式的特色への言及はなかった。書式的特色なども詳しく論じたのは前期ラメジャラーの法約書が最初である。9月6日版については田久保隼人が インターネット上でいち早く報じたものの2010年にタクボが論文で言及するまで交換された出版物で触れるものはなかった。1557年版を出版したアントワーヌ・デュ・ローヌは確認されている範囲では1545年から1562年までリヨンで出版業を営んでいた。ノストラダムスは1553年11月に 自分の原稿をいい加減な形で出版した業者を提訴し、出版権を取り上げ、リズロというあだ名を持つアントワーヌ・デュ・ロワイエという人物に出版を任せている。このアントワーヌ・デュ・ロワイエはデュ・ローヌの後期とされる。これが事実なら、ノストラダムスが著作を発表し始めた時期に、すでに接点があったことになる。その後、 1557年と1558年には、ノストラダムスが自由訳した著書、ガレノスの釈義も出版している。ここでも、書斎から星を眺めるノストラダムスの紀版画が使われているが、これを最初に使っていたマセボノムとの関係はわかっていない。モリスは、この木版画は、ノストラダムスの出資で作成されたものであり、ノストラダムスが引き取って、 デュローヌに譲渡したという可能性を想定しているが、資料上の裏付けはない。なお、デュローヌは、ジャンス・コンネルという無名の先生術師の歴史を1559年に手がけた時にも、ノストラダムスを図案に用いた、規範画を使ったようである。1560年代半ばからは事業を引き継ぐ、形で兄弟のアンブロワーズ・デュローヌが、後には、 息子のエチエン・ヌ・デュローヌがそれぞれ活動しているが、アントワーヌ自身の没年等についてはよくわかっていない。16世紀の書子学者ら、クロワ・デュメーヌは、その書子でノストラダムスに触れた際に、リオンのシクスとドニーズが1556年に出版した予言集に触れている。シクスとドニーズという業者は、リオン出版詞の専門家たちの調査でも確認できていないため、 この版の実在性を疑問視する見解もあるが、他方で粗雑な1557年版に先行するオリジナルの増補版と想定されることもあった。例えば、エブリッド・ブライラーは9月6日版が未発見だった1979年の時点で11月3日版において第6巻のラテン語詞と第7巻の2編が省略されているのは先行する版に比べて、 半径を小さくしたために入りきらなくなったのだろうと推測した。このことから先行する版はより大きな半径で紙片が省略されていなかった可能性を指摘した。現在では粗雑な11月3日半に先行する増法版として9月6日半を位置づけることができるため、かつてのドニーズ版実在論の根拠の一つは崩れている。ありがとうございます。